の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェアよろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップと、動画の画面の矢印にあるサンクスボタンからも、応援よろしくお願いします。Twitter も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。とうとう新年を迎えて、楽しみなことがいっぱいだ。あら、マリサ、突然どうしたの ?2023 年になって何か楽しみなことでもあるのかしら?いっぱい楽しみなことはあるぜ。例えば、今年開催される男子ワールドカップはめちゃくちゃ楽しみだぜ。男子のワールドカップは去年やったばかりでしょ。あなたの記憶力はどうなっているの?あれ?そうだったっけ?いや、でも楽しみなことはそれだけじゃないぜ。俺は今年の大河ドラマどうする家康にも注目しているんだ。V6 の松本潤さんが徳川家康の生涯を演じるんだけど、俺の大好きな戦国時代が描かれる、大河ドラマということもあって、楽しみすぎるぜ。しれっと嵐と V6 を間違えているわ。松本潤さんは嵐のメンバーよ。あれ?そうだったっけ?まあ、どっちでもいいや。今の一言で嵐と V6 の全国のファンを敵に回したわよ。まあ、とにかく、あの250年以上平和な時代が続いた江戸時代の、礎を築いた徳川家康の人生を書いた大河ドラマだからな。楽しみで楽しみでしょうがないのさ。まあ、マリサが楽しみな気持ちはわかるわよ。徳川家康が主役を務める大河ドラマは2000年の青い徳川御代以来、約23年ぶりだし、徳川家康が単体で主役を務めるとなると1983年に放送された徳川家康以来、約50年ぶりなの。戦国時代の主役の一人である徳川家康を大河ドラマの主役で見たい、という戦国ファンはたくさんいたんじゃないかしらね。その通りだぜ。なんといっても、戦国の世を荒らせ、平和な時代を築いた人物だからな。日本人としてチェックしたいという気持ちは強くなってしまうんだぜ。あら、マリサ。でも江戸時代も平和とばかりは言えない時代だったのよ。なんだって?でも、学校の教科書とかでは、いろいろな制度が整備されて非常に平和な状態が長く続いたことを勉強したぜ。江戸時代は平和な時代だったんじゃないのか?もちろん、その前の戦国時代と比べたら非常に平和な時代だったと言えるわね。でも、やはり江戸時代の間にもいくつも大きな事件が起きているし、自然災害が日本を襲うこともあったようよ。そうなのか?日本を襲う自然災害といえば、台風とか、地震のことかな?その通りよ。特に地震は宝永地震と言われる大きな地震が起こって、さらに富士山が噴火したりもしているのよ。富士山が噴火だって?富士山は火山だったのか?あら、マリサは知らなかったの?富士山は地政学的にも火山学的にも認められた火山なのよ。そして、その富士山が最後に噴火したのは江戸時代の出来事なの。そうなのか。知らなかったぜ。でも、富士山が噴火したことがあると言っても、江戸時代みたいな大昔のことなら、今は富士山が噴火する心配なんてないんだろ?いいえ。そんなことはないわ。現代でも富士山が噴火する可能性は十分にあるのよ。それに、むしろ最近では富士山の噴火の時期が近づいてきているのではないか?と言われているのよ。なんだって?こりゃ大変だ。霊夢、今回は富士山と噴火について詳しく解説してくれないか?わかったわ。実は、富士山の噴火には、いろいろな前兆があると考えられているの。そして、あの南海トラフ地震も富士山の噴火と関係があるのよ。こうしちゃいられないぜ。早速解説よろしく頼むぜ。わかったわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。早速だけどマリサ、富士山が噴火する前に予兆が現れることがよくあるのだけど、その予兆が何かわかる?なんだろうな、霊夢のお腹が痛くなったりするのかな?そんなわけないでしょ。しかも、前回富士山が噴火したのは1707年のことよ。私は300年も前には生きていないわよ。そうしたらなんだろうな、わからないぜ。実は、富士山が噴火する前後には大きな地震が起こっているケースが多いの。前述した1707年の宝永大噴火の前には宝永地震が起こっていたり、864年に発生した貞観大噴火から5年後に貞観地震が起こったり、1854年の安政東海地震発生直後には、富士の山頂に異様な黒雲がかかり、8合目付近に多数の火が上がる様が眺められたというわ。なるほど。地震によって火山が活性化したり、逆に火山が活性化したことによって地震が起こったりするのかもしれないな。そうね。の火山活動と地震の連動性については多くの専門家が研究していて、一定の連動性があることが認められているの。なるほどな。非常に納得できる話だぜ。そして、実はその噴火と連動することの多い地震活動にも予兆と見られる現象が多くあるの。ほほう。その予兆っていうのはどんなものなんだ?例えば、東日本大震災の前には、
電通大の研究グループが、東日本大震災発生の5、6日前には、太平洋上の電離層の異常を観測したと発表しているの。調布、春日井、愛知県、高知の3カ所の受信局で、電波の夜間の平均振幅が極端に低くなるという明瞭な前兆が現れたらしく、これは日本経済新聞も報じた科学的根拠のある前兆よ。へえ、そんな前兆が起こったりするんだな。そうよ。他にも動物の異常行動なども、地震の前兆として有名ね。東日本大震災の時も、陸前高田市では震災の1ヶ月前から、朝夕にカラスの群れが空を覆っていたが、震災の数日前から突然姿を消した。3月4日夜、茨城県鹿嶋市でクジラ50頭が浜に打ち上げられた。3月11日の朝、宮城県塩釜市の神社では、いつもはサビなどで赤褐色に濁っている鉄製の神釜の水が普段と異なり澄んでいた。と毎日新聞が掲載しているし、他にも読売新聞が、3月11日の深夜、宮城県石巻市港地区の公園でカラス50羽ほどが騒いでいた。3月11日の午前10時ごろ、宮城県石巻市港地区で、トンビが数十羽騒ぎながら飛んでいた。と報じているわ。これらの動物の行動に科学的根拠はないのだけど、動物が人間には感知できない出来事を事前に察知することは昔から噂されているわよね。確かにそういう話は聞いたことあるな。いわゆる第六感的な能力が野生動物には備わっているんではないかということだよな。その通りね。動物の行動以外にも竜巻雲が地震が起こる前には発生しやすいと言われているのを知っている？竜巻雲？なんだそれは？読んで字のごとく、竜巻型の雲が地震が発生する前後に空に現れやすいと言われているの。ただし、雲の形と地震の発生には科学的な結びつきは未だに解明されていないわ。でも東北大学東北アジア研究センターの石渡氏なども地震のホームページで地震雲について取り上げたりと、専門家の人たちも一定の興味を示している分野で、今後もしかしたら関連性が解明される可能性もあるのよ。ちなみに、竜巻雲も、東日本大震災が起こる前に目撃報告がいくつかあったという話よ。なるほどだぜ。要は、地震と噴火は科学的に発生時期に関連性があって、その地震が発生する前にも自然界には予兆とも言えるべき変化が起こっているということだな。そういうことね。ところで、話は変わるけど、マリサは富士山が活火山であることを知らなかったみたいね。そうだな。富士山の山頂は雪が積もっているイメージで、火山のイメージは全くなかったぜ。実はそれも無理はなくて、富士山の山頂から噴火したのは2300年も前のことだと言われているの。そんなに昔の話なのか。そうよ。それ以後も、山頂からの噴火はないものの、各所で富士山は噴火を繰り返してきたの。記録に残っている中で一番古いものは、日本後期に800年802年頃噴火したことが記載されているの。800年頃いといえば、桓武天皇の時代かな？確か、平城京から長岡京や平安京に遷都が実施された時期だ。そうね。富士山の噴火とは関係ないけど、長岡京や平安京への遷都は天災が一つの要因だったとも言われているから、この時代は自然災害が多かったのかもしれないわ。さらに、その後貞観大噴火と言われる864年から866年の大噴火も平安時代に発生しているの。そんな短期間にまた噴火したのか？富士山が噴火するイメージが全然ないから驚きだぜ。この頃は富士山の火山活動が活発な時期だったのかもしれないわね。貞観大噴火の際は、山頂から北西20キロほど行った割れ目から大規模な噴火が起こったみたいよ。そして、この噴火の際には長尾山と言われる富士山の側火山が噴火によって生まれているわ。そうなのか？新しい山ができるくらい大きな噴火が起こったということだな。貞観大噴火の噴出物は約14億立方メートルにも及んで、溶岩流は富士山の北西部に広く覆い尽くしてしまったみたいよ。近くにあった湖などもこの時の噴火によって埋まってしまったと言われていて、この時の溶岩流の上に、後に青木ヶ原樹海が生まれたと考えられているわね。樹海って、もともとは溶岩流が流れた後の場所だったのか、知らなかったぜ。約1100年の時間を経て、あの大森林が育っていったということね。なんだか悠久の時間を感じてロマンを感じるわね。樹海だけどな。そうね。まあそれはさておき、他にも富士山が噴火したことを表す資料はたくさんあるのよ。ほうほう。それはどんな資料だ？例えば、和歌よ。和歌？実はあの有名な万葉集にも、恋焦がれる地震の気持ちを富士山の噴火に例えて、読み上げた歌がたくさん残っているのよ。そうなのか？万葉集は8世紀に編纂されたと言われているから、西暦700年代かそれ以前にも富士山の噴火があったのかもしれないわね。なるほどな。ロマンチックだけど、やっぱりその時期は富士山の火山活動が活発だったかもしれないな。そうね。当時は噴火活動や噴気活動によって東海道にも降灰が積もったりしたみたいね。さっきの話に戻るけど、桓武天皇の時代の天災ってのは、富士山に関連する出来事もやっぱりあったのかもしれないな。
降灰が積もったということは農作物などにも影響があっただろうからな。さらにさらに、先ほど解説した通り、噴火と地震には関連性があるみたいで、貞観大噴火の5年後には貞観地震が発生しているわ。なんだって？そうだったのか？さらにさらに、富士山は関係ないけど貞観地震の2年後には鳥海山も噴火しているの。そうなのか？完全に地震と噴火がリンクしているな。まあ、どれくらい一つずつの事象に関連性があるのかは断定できないところもあるけど、少なくとも何かしらの関連性があると見るのが自然だと思うわ。ちなみに、今回の前半で紹介した通り、江戸時代にも宝永大噴火と言われる噴火が起こっているんだ。そして、この時も49日前に宝永地震が発生しているのよ。なんだって？江戸時代の宝永大噴火の時も、その前には地震があったのか。そうね。そして、この宝永地震には別の呼び方もあるのよ。別の呼び方？なんだそれは？通称江戸時代の南海トラフ地震よ。どういうことだ？実は南海トラフ地震は南海トラフという海溝の名前なの。そして、南海トラフは定期的にプレートがずれることによって地震を引き起こしてきたのよ。例えば、今回紹介した宝永地震もそうだし、1854年に連発した安政東海地震及び、安政南海地震も南海トラフ沿いを震源とする地震なの。南海トラフ地震とはこのような南海トラフ沿いを震源域とする一連の地震のことを指しているのよ。そうだったのか。南海トラフ地震は過去の周期から約100年から150年に一度発生しているの。前回の南海トラフ沿いを震源とする地震は1944年に発生した昭和東南海地震及び1946年に発生した昭和南海地震が該当すると考えられていて、その発生からすでに80年近く経過した今、次の地震がいつ起こってもおかしくない状況になってきているために、気象庁を中心に警戒を呼びかけているの。そういうことだったのか。南海トラフ地震についてもよく知らなかったぜ。私が導入で南海トラフ地震と富士山の噴火に関連があると言ったのもこのような過去の事例から、今回も南海トラフ地震が発生するタイミングで富士山の噴火が発生しても、不思議ではないことから、取り上げさせてもらったのよ。でも、過去に大きな地震と富士山の噴火がリンクしてきたことは分かったけど、日本は地震大国だし、たまたま近しい時期に地震と噴火が起こっている可能性もあるんじゃないか？そう考えると、地震は今後も継続的に発生するだろうけど、噴火が本当に発生するのかは疑問だぜ。いえ、その考えは危険よ。そうなのか？例えば、内閣府では富士山の噴火に対応するための防災ワーキンググループを立ち上げていたり、山梨県は独自に富士山が噴火した際の防災対策を検討していたりと、行政も富士山の噴火に備えている状況よ。国も富士山が噴火する可能性を意識しているってことか？そういうことね。他にも東京大学名誉教授の藤井敏嗣先生は、近い将来必ず富士山が噴火するだろうと見解を述べているの。さらに、前回の噴火から300年が経過していて、もし次回富士山が噴火をしたら、その噴火の規模は、かなり大きいものになるのではないかと想定しているようよ。専門家も噴火の可能性に言及しているってことだな。専門家の想定によると、富士山が噴火した際には、山梨県や静岡県はもとより、神奈川県の県民も含め、約80万人に避難勧告を出す必要があると検討しているの。溶岩流は最大で40キロ先まで届くと推定されていて、火砕流もかなり広範な地域に影響を与えると考えられるわ。また、噴石は人の頭くらいの大きさの岩が約4キロ先まで飛ぶことが予想されており、周辺地域はかなり危険な状況になることがわかっているわ。さらに、降灰はさらに広範囲に及んで、房総半島のほぼ全てで降灰が確認できたり、埼玉市でも降灰が起こる可能性があるの。東京都心でも10センチ以上の灰が積もる可能性があるわよ。全然想像できないけど、日本の関東圏にかなりのダメージが発生することはわかったぜ。その他にも農作物などにはかなり影響が出るだろうし、すごい被害が出るかもしれないってことだな。富士山の噴火による経済的な被害で見ると2兆5000億円にも及ぶと試算されているのよ。すごい金額だな。そんなに大きな損失が出てしまうなんて、人的被害もかなり大きいだろうし、日本に大ダメージが残ってしまうのは間違いないな。いかがだったかしら？富士山の噴火が地震と関連することや、南海トラフとも関連することが分かってもらえたんじゃないかしら？ああ、もし地震が起こったら噴火を、噴火が起こったら地震も警戒しないといけないことがよく分かったぜ。もちろん過去の傾向から、地震と噴火が連動する可能性が高いことを紹介したけれど、連動しない可能性も十分にあるわ。ただ、地震の後にやっと落ち着いたと思ったら富士山が噴火するなんて、泣きっ面を蜂に刺されるような事態になったら、本当に大きな悲しみが生まれてしまうかもしれないから、常日頃から備えをしっかりとして、もし地震か噴火が起こった際には、逆の現象が起こる可能性も高まっているなと、警戒してもらえると嬉しいわね。備えあれば憂いなし。
ってことだな。そういうことね。それじゃあ、今回はここまでよ。今回もわかりやすい解説、ありがとうだぜ。どういたしまして。それでは、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。